こんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。今日はスタッフが実際使っていい意味でギャップを感じたお財布ということで、はい、私はこの所作のコインケースを結構ギャップを感じたなと思う部分が大きかったので紹介しようかなと思います。所作のコインケース。はい。形としてはこんな感じでお砂糖をベロンと寝かせて、でここにコインポケット。ここです。はい。はい。で、カード今前に1枚入れてて、はい、後ろに4枚、はい、合計5枚入れてる状態です、うん、でまず1個目がですね、はい、まずコインが見にくいんじゃないのと。はい、確かに結構狭いんじゃないとか、まあ、入りにくいんじゃないとか見にくいんじゃないってお声があるかなと思って、まあ、最初私もそう思ってたんですけど、開けるとき、まあ、所作のね、お財布ってこう長財布と同じような形で今こうやって持つんですけど、はい、意外とね、まあ、後ろには開かないんですよ。ここにカードが芯になるから、はい、前にガバッと開けることができるんで、はい、意外とこのググッと皮が馴染んできたらより見やすくなるかなというところです。手前でこう区別する感じですね。あ、そうですそうです。見るときはもうこうですよね、うんうん、こう選びながら取り出して、なるほどっていう感じです。で意外と入ってくれるので、まあ、15枚入れるとちょっとパツッとするかなぐらいなんですけど、うん、まあ、999円ぴったり小銭で持つことってあんまりないので、まあ、12、3枚とかをザクザクっと持ってるようなイメージです。で意外と入ってくれるし、皮が馴染むと徐々に見やすくなってくるかなというポイントではありますね。今ご使用されているのはレーザータイプなんですか？オイルのバッグのグリーンを使用してます。はい、渋いですね。これちょっと話しそれますけど、はい、ちょっとツヤ出てきてるんですよね。そうですね、光沢感が。そうなんですよ。でこういうところ擦れるところがねちょっとだけこうグリーンが濃くなってて、ちょっと縁取りみたいになってるのもすごく今可愛いと思いながら使ってますね。はい、こんな感じです。ギャップその2、カード入んないんじゃない、あとカード出しづらいんじゃないっていうところなんですけど、さっきご覧いただいてた、はい、これ結構大事なんです。一番前、そう、この一番前、はい、横から見た時にここがポケットになるんですよ、はいはい、で今ここに4枚ザクッと入れてるんですけど、はい、ここじゃなくってコインポケットの裏、外側ですね、ポケットの。あ、そうですそうです、うん、ポケットの外側に 1,2 枚カード入れていただけるんで、はい、ここによく使うこのスーパーのポイントカードとか、うんうん、クレカとか出しておくと意外とあの出しやすさもあるし、このここって結構そのコインポケットの折れ込みがある部分なんで、はい、ホールド感が結構強いんですよ。なるほど。革の厚みがしっかりあるからギュッと止まってくれるから落ちたりもしないし、確かに。でも半もうちょっとだけ見えてるから取り出しはしやすい。確かに、つまみやすいということですね。そうなんですよ。もうカードのベスポジだなと思ってます、うん、一番このコインケースでよく聞かれるのがお札どうしてるのっていうところなんですよね。で先ほどご覧いただいたようにお札、私はもうベロンと寝かす派です。そうですね、すごく見えてるような感じですね。そうです。で開けてみますね。はい、グッと滑らせてこの状態にしてこう折って使ってます。なるほど。はい、でなんでちょっとどうしても変な折れ癖はついちゃうので、うん、ちょっと気になる人は2つ折りの方がいいかなと思うんですが、あんまりここが気にならない方はこのまま蓋を1個折ってもらって、うん、いつもの所作の長財布と同じような使い方をしていただくとお札も結構綺麗に見えるのかなと思います。あんまりこうバラバラバラってこうバラバラバラってなることなくお使いいただけるかなと思いますね。はい、で出すときだけちょっと持ち替えてこう数えて出すみたいな。数えやすそうですね。ここのここだけホールドされてる感がめちゃめちゃ良くて、はい、お札の視認性もめっちゃ高いんですよね。それもすごくお気に入りです。で一個注意点としては、はい、こう見てもらったら分かるんですけど、はい、お札を右寄りにしておくと操作感が結構いいです、
それはなぜですか？数えるときですね。あ、はいはい。数えるときに、あ、なるほど、こっち側でちょっと指が短いもんでして、うん、利き手の関係もありますかね。あ、そうなんですよ。これを左利きにカスタムされてらっしゃる方はもちろん左に寄せるのがいいかなと思います、ね、ちょっとしたコツですね。あ、そうですそうです。で、今日はこちらの所作のコインケースのギャップ、いい意味でのギャップについてご説明させていただきました。はい。で、個人的に感じたのはやっぱり向き不向きっていうのもあるなと思っていて、うんうん、このコインケースに向いてるのが、はいはい、まず電子決済が多め、カード決済が多めの方、うん、要はキャッシュレス決済を結構するよという方と、あとカードをあまり持たれない方、カード5枚ぐらいに収まるのがやっぱり綺麗になるかなという気はします。はい。で、あとお札の折れ癖が気にならない方ですね、うんうん、先ほどご説明した通りちょっと綺麗な三つ折りとはいかないけど二つ折りにちょっと癖がつくっていうような折れ方になるので、お札の折れ癖どうしてもこう出した時に不細工なのが嫌で気にされる方は、まあ、2つ折りでお使いいただくか、別のお財布も合わせてご検討いただくと良いかもしれません。なるほど。はい。所作の中でお札が綺麗に折れるといえば、まあ、コンパクト財布でいうと CP3.5 とかだと2つ折りに綺麗に折れて、サイズ感もちょっとちっちゃめなので、そのあたりもおすすめですね。今日はギャップを感じたお財布ご紹介させていただきました。所作のコインケースについては概要欄の方にリンクがございますので、ぜひそちらからも詳細チェックしてみてください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。